願いします。お願いします。じゃあこの僧帽筋ね、ここの硬さね、もうなんとなくでいいんで、近くというか僧帽筋ちょっと触診してもらって、ちょっと硬さ見といてください。まあビフォアです。背負ってるって感じ。そういうことです。分かってきてるじゃないですか。そういうことです。何かを背負ってる。自分自分自分動かしてね。自分とはこれが普通やから、どんなんが柔らかいのかちょっと分かんないですよね。これでビフォア見ときました。硬さに影響してくると思いますね。自己否定ですね。先祖から来てますけど、子供に対してね、自分が育てなければいけない、自分が頑張らなければいけないという感じですね。まあ集合的無意識なんで、まあ他の人も思ってるというか、こうなんていうかな、自分がやらなきゃみたいな、自分がやらなきゃダメなんだみたいな、子育てね。なんか単純な子育てっていうよりかは、あともう本当に生きる生死のレベルね、自分が頑張らないと本当に死んじゃうみたいな、そういうレベルの自分が頑張らなければいけない。子育てするのは母親でしょとか、そういう感じじゃなくて、生死レベルの私がやらなきゃという感じのエネルギーですね。これが母方の先祖から来て、取りますね。じゃあ目ずっしておいてください。はい、OK です。目開けていただいて、はい、じゃあノブルちょっともう一回同じようにしてもらっていいですか。なんかちょっと突っ張る感じが減ってると思うんですよ、パーンっていう感じが、うん、つまみやすく弾く感じというか、それがなくなってて、ちゃんとこう受け入れてくれるというかね。はい、ちょっと自分で動かしてちょっと触ってみてください。ここがパンクなって感が、皮膚からこう柔らかく触れる、皮膚が動く、突っ張り感減ってるでしょ、はい、違います。ということは、その突っ張り感、その分の硬さは、さっきのメンタルプロブだったということなんですよ。で、そういうのが体にいっぱい溜まっているわけです。はい、それが硬さが重なり合ってて、で、出来上がっているわけですね、硬い体が。はい、それを一個ずつ取っていけば、どんどん柔らかくなるし、動きも良くなってくると。まあ、そういうことです。まあ、心と体はつながっているっていうのと、感情が溜まっているってことですね。体の中にそれが症状を出しているということです。ありがとうございました。